の不動なるみの独立アメリカンライフ。この番組はアラサーのなるみとアラフィフのしのぶがアメリカの生活を独立に切っていく番組です。インスタグラムのライブであったりとか、あと YouTube の動画でもコンテンツを配信していますので、 YouTube の名前はドクアメ公式ショートストーリーで、インスタグラムはドクアメオフィシャルで探せますので、ぜひチェックアウトしてみてください。はい、ではつぶやきから入っていきたいと思います。そうしましょう。はい、あの、私はつぶやきですね、はい、まあ、エリカが行ったということで、はい、最後にエリカが22日に行ってたんで、うん、もうついてますけど、うん、21日に会いに来て、昼間ぐらいに会いに来て、うん、多分忙しくなるだろうな、うん、夜はと思って、面倒くさくならないように早く会っとこうと思ったから、うんうんうん、会いに行ってって言って、エリカ頑張ってねっていう話をして、うんうんうん、で、まあ、その時は普通にたわいのない話をしてるんですけど、うん、本人もなんかウキウキとなんか緊張みたいなのが混ざり合ってて、で、まあ、結構私自身を思い出したというか、昔のね、昔の、はい、17の時にアメリカに行った自分をなんかこうエリカを通して見てるようで、はいはいはい、結構こうなんかちょっとノスタルジックな、ノスタルジックな、ちょっと胸がちょっとキュンとなっちゃう、そうそうそう、キュンとなったっていうのがまあ一つあって、で、まあ、それでその時はたわいのない話をしてて、うんうん、あの、ハグして別れる時はなんか別に泣くわけでもなくお互いに、うんうん、でもたま、まあ、家だしね、そうなんですよね、うんうん、だから結局私たちって日本でも会う可能性も高いじゃないですか、そうそうそう、でそれで私たち結構すぐ日本に行く予定だから、うんうん、まあ、会えるでしょうっていうことで、うんうん、じゃあ日本でねっていう感じで別れて、うんうん、でそれでこのエリカが出る、あ、11半ぐらいに出たのかな彼女は、うん、あの直前までメッセージ、うんうんうん、携帯で送ってて、で、どうだった、うん、って泣いた言うて、うんうん、別れる時に泣いたってあ、そうかそうかとか言って、うんうん、で、なんかその話をしながらで、うん、あの、飛行機の写真見せてもらったらもうすごいエンプティーで、うん、そうなのよ、もうラグジュアリーラグジュアリー、本当に本当にもうチューズだよそう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 、うん、go ahead choose 本当に本当に、うん、で、なんかいきなりジェリカ、映画が撮った写真のなんか端っこぐらいにすげーデブな写真でしょ食ってるやつが誰この人そうそうそう何の目的で日本へそれももうっていう、うん、もうご飯食べてるもう食べてるんだ、うん、それもチャイニーズしかもなんかすごいさ3列ある真ん中でねそう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 、うん、我が物顔で一生懸命食事をすでにしてる男性が入ってて、うんうん、乗っけときますわ、うん、あ、そうですね、確かに確かに、うん、写真でそれでなんかこうエリカがもう怖いしなんかこうワクワクもしてるし、うんうん、みたいな、初めて親元を離れるからみたいな話をしてて、うんうん、で私がなんか、うん、そうだねと、うん、でもなんかこう私も同じように、うんうん、あのこう17の時に出て、うん、やっぱりこう同じ思いをしたと、うん、怖いし、うんうん、怖さ半分、うん、あのワクワク半分、うん、期待半分みたいな感じで、うんうん、でもなんか何でもあの彼女に言ったのは、何でも経験することはすごい素晴らしいことで、うん、どんな経験でも、うん、それがいい経験で悪い経験でも、ね、やっぱり学びがあって、うん、親元を離れて一人で生活するほど学ぶことってないじゃないですか、うん、ね、うん、でエリカの場合多分仕事ができるわけじゃないから誰かに頼らないといけないっていう環境の中で、うん、 そうね、そこからの学びとかって、うん、多分自分で何でもできたからここにいると、うん、そうね、はい、車も自分で運転できて、うん、バイトもできて、うん、それがちょっとできないっていうことから学べることって非常に、うん、本当に本当に非常に大きいから、うん、これなんですか、マイナーですよ、マイナーです、頑張りましょう、はいはい、だからすごくエリカの代わりです、うん、だから頑張ってねっていう話をして、うんうんうん、昨日も出て、あの、行ってみたみたいですけど、うん、インスタグラム見ながらエリカついたんだなとか、ちょっとそれを見てなんかこう自分の中でもちょっとノスタルジックね、ノスタルジックな気持ちになりましたね、うんうんうん、ショロさんからしたら多分セイバイってエリカに言うのは、うん、親元としての気持ちだと思いますけど、うんうんうん、私はどっちかというと自分を照らし合わせて、うんうん、ああこういう同じ気持ちで海外行ったよなとか、うん、そうだよね、うん、違う国にね、はい、だから、うん、なんかこうちょっとあの甘酸っぱい気持ちになりますね。わかりますよ、わかりますよ、うんうん、私なんて甘酸っぱい通り越してもうしょっぱいしょっぱいもうどういうこと、心が痛い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 雑巾絞りで、あ、じゃあ絞られて絞られて、でもそれもなんかいろんな意味なんだよね、なるみちゃんがこう、うん、自分に置き換えて、うん、エリカの出発を自分の昔の出発に置き換えて、はいはい、なんか気持ちがこう被るのと、うん、まあこうに似てる、すごくコンセプトは似てる、はいはい、あ、本当ですか、うん、でも、うん、こう私の場合は、私が
この若い時に海外に行ったのに被るとか、うん、そんなんでは一切なくて、はいはい、もうやっぱさ親目線なんだよ ね、 そうですよね完璧に、うん、これってやっぱ親になるとこうなるんだろうなと思うんだけど、うん、まず1回目の最初に全然 OK と思ったの、はいはい、まあ、6ヶ月なんてすぐ過ぎちゃうし、そうです、ね、なんなら私去年私生きてたと思うし去年何やってた私去年の確かに何やったっけ去年みたいな、はいはい、もうすぐ忘れちゃうし、うん、だから半年なんかすぐだなって思ってたから、うん、そんなに悲しみは全然なかった、はいはいはい、ちょっと心配な方で、うん、なんだっけ、だから泣かないだろうなと思ってたんだけど、うん、空港に着いて、うん、もうアシュリーともうジャスティンが号泣なのよ、うん、もうジャスティンなんて涙隠さないみたいな、もうボンボン泣いてて、おいおいおい、うん、でもあのアシュリーはなんかちょっと恥ずかしいみたいで、うん、こう泣いてるとほら人が見るじゃんこうやって、はいはいはい、どうして泣いてるのみたいなんで、うん、アシュリーはほら人のアテンション取るの嫌いだから、うん、それでこう隠れて泣いてたけど、うん、もうショーンはこらえてたの、はいはい、俺は泣かないみたいな、うん、そういうのでちょっとうるっときたけど、うん、まず第一の、あの、じっくわやばいって思ったのが、うん、そのエリカがこうセキュリティに入ってきます、はいはいはい、バイバイって、うん、その時にあの一緒に行ってた、うん、このお母さんが、うん、あの乳母車を、馬車というか、はいはい、あのストローラーをね、うん、引いて、で後ろから5歳ぐらい女の子が、はいはい、マイリトルポーニーっていうさ、はいはい、あのアニメのね、キャラクターの自分の専用 の、うん、あのスーツケースをガラガラ引いてたの、うん、ウッキウッキでこうやって、うん、ぬいぐるみ持って、うん、それを見た瞬間にあの そうだ今までほらエリカは一番お姉ちゃんだから、私がショーンとアシュリーをいつもこう馬車でやってたから、うん、いつも彼女に持たせるべきものがあったのよ、はいはいはい、持ちきれないから私が、うんうんうん、私が手も足もっていうか手はもう塞いでるから、はいはい、持ちきれないからいつもエリカはこう、うん、大人が持つようなこのキャリーオンケース重いやつをガラガラ引っ張ら、うん、引っ張らしてたの、うん、でなんかその光景が思い出して、うん、あの時のエリカが、うん、いつも私と一緒にいたじゃん、はいはいはい、日本に行くときは、うん、そうですね、あ今回私一緒に行かないんだってなんか実感が湧いて、でそこでちょっとじわっと来て、うん、あもう一人で行っちゃうんだなみたいな、そうですね、でそれで一回じわっと来て、で帰ってきて、でエリカの部屋がまあ汚かったんですよ、うん、汚かった、本当にお前さってあのマミーはねいつもそあのどっかに旅行行く前に片付けていくから、うん、私も片付けるからって言ってたの、うん、でもなんとなく前までの雰囲気でね、いやダメだろこれって思ったのよちょっとあの遡っていいですか、私、うん、あの2時に来た2時に来た私あの遡りますね、前の日ので、ね、前の日の21日に来て、21日22日の朝に出るっていうから、うん、じゃあ今日この日で会っとかないと会えないなと思ったんで、うん、21日12時に連絡して1時に着いたんですよ、うん、でそしたらエリカが新しいもの買ったんだよって言うから、うん、見せてもらうために上に上がったんですよね、うん、そうメスなんですよメスどころじゃないよ、そうそうそう沼メス でそれですごいジャイガンティックなスーツケース2本をボンボン置いてあって、でそれで靴とか5個ぐらい入ってて、そうお前靴5個もいるか、そうそうそう、だからエリカにお前靴5個もいるかって話になって、それもその5個のうちの、うん、もう普通に3個は白色なんですよ、なんかもう白3つとかいらんやろみたいな、それでそのうちの5個のうちの4個はスリッポンなんですよ、そうそうそう、いらない、いらない、スリッポン4個もいらない日本でってみたいな、なんかでスニーカーとそうそうそうヒールとかじゃなくてね、そう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 、全部スリッポンスリッポンの靴で、いやいやお前これ、まあ、確かに黒、うん、白白黒ってやつだったんですよ、チェックアーのやつだからだから確かにバンズのね、バンズの真っ白黒白黒だから、なんかバンズのスポンサーシップなんか持ってんなのたぐらいのね今日でね、それぐらいの量の、うん、だからそれもういらんだろうみたいな話になって、うん、でもいるからみたいなこと言って、うん、でもうすごくなってるから、うん、本当にパッキング間に合うのって聞いたんですよ、うん、じゃあたまにやん間に合うみたいな、うん、であと何しないといけないのって言ったら、うん、ちょっと掃除して、うん、車も綺麗にして、うん、みたいな、そう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 、そんなのできるような、うんうん、あの状況じゃないよね、うん、って話になって、大丈夫大丈夫、もう全てパッキングも終わってるから、うんうん、多分ちょっとね、あのタイムラインがねすごくあの無重力無重力無重力、うん、全然タイムラインがねあのふわふわしてる、確かに確かに、うん、私の方が心配になるこれ、うんうん、だって私その時1時で、うん、帰ったの2時半くらいやったんで、うんうん、その時でダメじゃん、前の日でしょ、前の日、うん、前の日で、うん、そしたらあのすいません戻って、そうだから戻ってきて、うん、であのほらベッドの関係、うん、リネンはね
やっぱほら洗わないと臭くなっちゃうじゃん。そうですそうです、ね、だからそうシーツとか、うん、あの枕カバーとか洗いに引っ張がしに行こうと思って行ったら、はいはい、あれこれ帰ってくるのこいつみたいなぐらいの汚さで、はい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 、帰ってくるの明日、うん、みたいなどこどう綺麗にしたんだいこれはみたいな、はいはいはい、だからこう綺麗にし始めるじゃん、うん、いろいろと、うん、そしてさこう綺麗にして、うん、でベッド剥がして、うん、で掃除かけたら、うん、なんかすごいこう淡々としたルームになっちゃって、はいはいはい、何もないそう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 、うん、でそれをなんかこう見ながら、うん、あなんかこう何、まあ、まだ半年で帰ってくるけど、はいはい、このいなくなっちゃった、うん、こう綺麗にしてない方が、うん、まだ気持ち的には良かったなみたいな、あなんとなくね、はいはいはい、なんかすぐ帰ってきそうで、うん、でも綺麗にしちゃったらあもうなんか帰ってこないんだと思ったら、うん、やっぱすごい寂しいんだよね、はいはい、今までずっといたから。そうですね、うん、でどそこからまあ、 あの行くところがあって、うん、行って帰ってきても、うん、なんかこうついついあのいつもほら頭の中に、うん、あエリカは何時に帰ってくるのがあったけど、うん、あ帰ってこないんだっていうのがあるじゃん、うん、なんかやっぱさこう重い寂しさがあるんだよね、はいはい、でそこで、うん、こうじわっと来るんだよねやっぱり、ね、こうじわじわと、うん、でその時にいやでも、うん、あのなるみちゃんのお母さんなんて17歳だったでしょ、うん、なるみちゃんが、うん、エリカ21だからね、はいはい、21でこういう気持ちになるわけじゃん、うん、もう17歳の娘を手放すっていうのは、うん、あのね本当にこれはね、うん、私にはもう考えられない。そうですね、うん、考えられない。アシュリーも15？ 寂しいのとアシュリーは今15、あと2年後にいなくなる。そうだから考えられる、うん、しかも結構長かったじゃん、長いスパンが、はい、半年とかさ3ヶ月じゃないじゃん。じゃないじゃないですか。だからそれはまずしかもさ、うん、私の場合自分の親の家に行くじゃん、はい、まだいいよね、うん、他人の家に行くわけじゃん。そうですそうです、何も知らない、まあ、本当に自分肝座ってると思ったけど、はい、自分のことは肝座ってるのよ。そうです、わかります。なんだけど子供とか、うん、他の人が、うん、の自分でコントロールできてあげられないから、うん、ものすごい不安になるのよ、うん、あれもできるこれもできる大丈夫、うん、みたいな。だからそっちの方が辛いよね、うん、なんなら自分が一緒に行って、うん、金がないからじゃあお母さん働いてくるわみたいな、うん、そういう苦労の方が楽、うんはいはい、気持ち的には、うん、自分で解決できますからね。そうそう、うん、なんかやらさなきゃいけない、うん、子供がこう自分でやってかなきゃいけないっていうのが、うん、しかもなるみちゃんの場合17で他人の家、はい、英語も喋れない、うん、これはねかなり来るなって実感したのと、うん、あとはうちの母親ね、はいはいはい、うちの母親はあの時成田空港私が出る時にエリカを連れて、うんはい、もう一生帰ってこないっていうスタンスだったわけじゃん、はい、いやあれは寂しすぎるわと思って、うん、だからなんかいかに自分が親不孝だったかっていうのを、はい、なんかまたこう掃除をした後の部屋とか見ながら、うんはあ、こりゃきついな、うん、こりゃきついなって思ったけどね、うんうん、確かに、うん、まだあのまだアメリカにいてくれた方がちょっと楽だったかもしれないですね。そうね、アメリカでまだこれでなんかこうミシガン州にね、はいはい、大学で行くとかさ。そうですそうです、あの、うん、オースティンに行くとかの方が一応同じランドにいて、そう心配もないし車で会いに行けるし、そうですそうです、うん、の方がいいけどやっぱ国を離れるって結構ビッグディールで、うん、でっかい。やっぱりこのすぐ助けてあげられないとか、うんうん、すぐ助けに行ってあげられないっていうのは、うん、結構あるね、やっぱ親目線になって初めて感じたね、うん、いやーこれは本当になるみちゃんのお母さんもそうだけど、うん、あのうちの母親も、うん、こうやっぱほら離れてしまうね、まあ、皆さんアメリカに住んでる、はい、いろんな方にいろんなところに住んでる人いると思うんですけど、うん、まあ仕方がないじゃんその時のライフだから、はい、もうそう起きてそうなってるから、うん、別に常に親のことを考えて生活してることができないし、うん、親もそれは望んでないから、はい、いいんだけど、でもやっぱりこうそれを受け入れるその度量っていうのを受け入れること、うん、なんか難しいよね、うん、親の方が、うん、多分子供はほら、まあ、不安かもしれないけど、どっちかというと冒険心の方が強いじゃない、うん、これからね開いていく、うん、もう無限な世界へのこの不安とかど、うん、ねはあるけど、うん、こうやっぱ親からしたら、うん、やっぱりこう子離れなんだよね、うん、引き算ですからね、うちらは足し算ですけど、引き算だから持ってたものが一つずつなくなっていくっていうのは辛いっすよね。そうそうそう、かなりね、うん、だから本当にね申し訳ないと思ったね私の親には申し訳ない。でも反対に
からそれこそまだうちの母親が元気なのでいろいろ歩けるとかいろいろどっか行けるうちに、はい、こう半年間でもエリカが一緒に過ごすことができて、はい、まあそれをこう実現させることができたのは、うん、まあ、エリカを通してちょっと親孝行かなと思うので、うん、そこは嬉しいけどね、うん、半分そう。でも昨日の夜も、うん、あのエリカが着くのがアメリカの1時ぐらいだったのね。はいはいはい、そうですよね。で着くまでは、うん、あの起きてよと思ったのよ、うん、で着いたよってテキストが来て、うん、あよかったよかった。さあその30分後に、うん、あのそこ電話が来て、はいはい、で何って言ったら、うん、あのさ、うん、って言うから何って言ったら、うん、紙にね、うん、紙もらったんだけど、うん、なんかこの政府のところに滞在するとか、はいはいはい、コロンギとか何も書いてないんだけどって言うの、うん、で私行くんだよねどっかにって言うから、うん、いやそうだと思うよって、うん、行かなかったらどうやって帰ればいいの？パブリックトランスポーテーション使っちゃいけないんだよねって言うから。確かに確かに、それ夜ですし。あ、そう、違う、向こうは午後午後3時。あ、午後か、はい、そう。でもほら、ハイヤーしかダメじゃん。そうです、そうです。直接帰るんだったら。うん、もしくは、ご家族の人が迎えに来てくれるか。はい、で完璧に施設に行くと思ってるから、うん、何もアレンジしてないわけよ。うんうんうん、で、えって、うん、いや、そんなことないよ。絶対、うん、あのクォランティーンあるから、うん、って言って。でエリカがさ、いやでもどっかに行くってなったらあれだよね、あの住所見せればいいよねって言うから、うん、誰に住所を見せるんだよ誰に住所を見せるか分かりますか、うん、だからそっからちょっと待って調べるからって言って切って、うん、で厚生労働省のサイト見て、はい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 、でやっぱりちゃんとなってたから、うん、あの施設に行くっていう、はいはい、うん、もう一回電話して、うん、大丈夫だ施設に行くってなってるから、うん、そこで成田空港でバイバイならないはずだから、うん、OKOK、OK OK、じゃあ多分大丈夫だ、うん、それから私寝れなくてなんか、はいはい、こう施設に行くまで、うん、でも結局のところ4時ぐらいには寝てた私。あ、4時まで起きてたんですか。起きてないの、起きてなんか寝て起きて寝て、はいはい、電話見てみたいな、うん、でもそっからなんかあのいとこのタカちゃんとかジュンちゃんとかがこう助けて LINE してくれてたみたいで、はいはい、エリカと、うん、でも喋れないの英語がね、そうですよね、彼女たちは、うん、だから必死にひらがなで全部打ってくれて、うん、はいはい、LINE のグループチャットに、はいはいはい、必死に、うん、夜ご飯食べた、うん、かわいい、お腹空いてないとか宅配できるか聞いてとか言って、うん、かわいい一生懸命ひらがなで全部書いてくれて、うん、かわいい、でエリカが一生懸命それに多分 Google 翻訳かなんかでやって、はいはい、会話してたけど、うん、そうそうそう、だから本当に違い、あのホテルも、うん、すごい綺麗なホテルで、うんうんうん、まあ、別にお部屋から出れないから、はいはい、その以外の施設は使えないんだけど、うん、で、あの大浴場もあるし、うん、でなんかジムもあるしみたいな、うん、まあ使えないけど、うん、でも綺麗なあのホテルで、はいはい、一応良かったなと思って、うん、でもそこまでね迎えに行ければいいんだけど隔離が終わった後、うんうん、でも多分成田空港に戻されると思うんだよね、うん、おそらく、うん、分かんないけどね、だもしそんな感じでしたよね、確かにね、うん、テストを受けて何らかの紙とかなんか書いて、うんうん、あのホテルまで親戚が迎えに来て だったらいいよって言ってほしいなみたいな、うん、5日でしたっけ、6日間、だから土曜日で、うん、だから日本の月曜からカウントが始まるから、はいはい、土曜日じゃなくて、うん、ごめん、そう今週の土曜日日本時間で、うん、で、あのリリースされるんだけど、うん、まあ、日本はその辺がほらやっぱちゃんとガッチリしたルールはルールだから、はいはい、ね、ルールはルールだからみたいなのあるじゃん、うん、まあ、アメリカも、ね、政府はそうだけど、うん、だからホテルからリリースされればすごい楽なんだけど、うん、うちはね、うん、まあ、でも成田空港に帰るかもしれないと、うん、まあ、でも一応とても綺麗な安全なホテルに、はいはい、ね、よかった、うん、あの無事に着きましたんで、うん、はい、よかったです、ストーリー見ました、見ました、はい、よかったです、うんうん、それこれべーって言ってましたけどね、そう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 、うん、もうね、ジャスティンがね、もう泣いて泣いてもういい彼氏、ブロークンハートです私も、あ、いい彼氏、私も帰り道もさ、うん、空港からの帰り道も、一緒に行ったんですもんね、そう、でも一生懸命こう明るくしてるんだけど、うん、あの身長が高いから、うんうん、帰り道は、うんうん、行きはエリカとジャスティンが後ろに乗ってたんだけど、うん、帰りはジャスティン前乗っていいよって言って、うん、身長長いからね、うん、で私が後ろに乗ってそのジャスティンの後ろに、うん、じゃあさ、この分かる、サイドミラーからさ、ジャスティンの顔が見えるの、はい、あ、見えますね、私、うん、で話してる時は笑ってるんだけど、うん、ふってこっち向いて窓見てる時の顔が寂しそうで、うん、あららら、寂しいんだろうなきっと、うん、まあまあね、うん、まあそれもね2人にとってとてもいい経験になると思うと思いますね、はい、試されることも試されるだろうし、うんうん、まだ若いですからね、そうそうそう、うん、いいと思います、21歳なんで、はい、これでエリカがどういう成長を遂げるのかは
そうですね、うん、なんかすごく楽しみだなと思う。そうですね、まあ、まずはどのようなご飯が出てくるのかと、うん、どんなお弁当なのかな、このホテルでお弁当含まれるじゃん、はい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 、どんなお弁当なのかなと思って、うん、だからなんか、うん、ね、楽しみですね。はい、初めてのエリカの大冒険でございます。はい、はいはい、あのもし気になる方はエリカの、はい、インスタグラムで、ね、どんどん追っていただければ。はい、エリカのインスタグラムめちゃくちゃ難しい名前です。そうなんですよ、メティカルっていう。メティカルアスリートっていうよくわからん名前でも、うん、エリカパーキンソンにしろよと思うんですよ。そう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 ね、本当に本当に。まあそういう名前なんであの追ってみてください。はい、よろしくお願いします。まあ、もしエリカを見かける時があったら、はいエリカっていうふうに言ってください、はい、皆さん、うん、言ってくれた方があの喜びますね。はい、喜びますよ彼女は、うんうん、でもメイクしてなかったら声かけないだけでください、うん、そうですね、うん、そう言ってましたから、相当ホルモンがやばいと思うので メイクしてないってことは、うんうん、その方がいいと思いますね、はい、触れない優しさちのもありますからね、うん、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。この番組はケンブリーさんによって提供していただきました。ケンブリーはオンライン英会話のパイオニアで、いつでもどこでもネイティブの方とお話しできるウェブサイトになっています。プロモーションコードの独絶 DOKUZETSU 入れていただくと初回15分無料になりますので、ぜひ試してみてください。はい、では次のコーナーは、はい、独絶ミニチュア英会話レッスン Let's speak English with attitude で、今日はですね、はい、なるほどなるほど、なるほど、なるほど、うん、なるほどねっていうのを英語では、うん、なんて言うでしょうか。なるほど、うん、なんて言うスポットで分かる。あの、すいません、MBA ですよね。なるほどね。すいません、MBA の方、うん、なんかいきなりスポットで出されると分かんなくなっちゃうんですよね。そうだね、会話でもよく使ってるよね、アルミちゃんも。本当ですか、うん、もう声分かんない。こんなもんですよ、うちらの英語力はこんなもんですよ。じゃあなんでかっていうと、多分英語を日本語でなるほどイコール あれって覚えてないじゃないですか。その文章のいろんなこうダイアログで覚えてるからね。そうですよ、なんか話しながら、あ、こうやってなるほどっていう言葉はこういう風に使われてるんだなっていうのを、うん、なるほどっていう言葉とトレンスレートしてするので、あの言い訳ですね。言い訳です、はい。そうね、でも分かる分かる、それはやっぱり英語をあの若い時からアメリカに来てるからだよ。はい、だから分かんなくなっちゃう、なるほど。だって17歳でさ、あんまなるほどっていう人いないもんね、あんまりね、うん、なるほど。まだそこまで使わないよね、日本語。なるほどって使う、へーそうなんだぐらいだよね。うん、結構なるほどって会話で言うのって、うん、まあまあ大人になってからだと思うんだよね。確かに確かに、うん、だからまあなるほどっていう英語は、はい、すみません、お願いします。ですね、理解を表す場合の、うん、なるほど、わかりましたっていうのと、うんうん、あとは納得を表す、はいはい、はあそうなんだっていうなるほど、うん、と、同意を表す、うん、あそうですよねっていう、うん、そうだったんですかっていうのは、うん、3つあのイントネーションというか、まあ、あの意味が はいはい、あるニュアンスか、うん、があって、で、理解を表す方は、はい、I see あ got it, got it. I see あ I see と got it とかね、で、やば、分かる分かる、でも分かるよその雰囲気は、ちょっと落ち込んだわ今。で、はい、納得を表すのは、うん、that makes sense、 あ確かに確かに、うんうん、その通りだ。で、同意を表すは、うん、ただの right、 あ right、 確かに全部使ってる、うん、全部使ってるでしょう、全部使ってる、はい、よく言うでしょう、はい、よく言います、はい、で、これがあの流暢に伝えたい時は、はい、あのはっきり発音しながら少し早めに喋りましょうと、なので英語って、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってね、うんうん、英語って結構あの日本語みたいにこううにょうにょ、まあでもな、サザンアクセントは結構うにょうにょしてるんだけど、あの流暢に、うん、あの喋りたいっていう時は結構こうちゃんと単語単語を区切って、はいはい、しっかりちょっと早めに喋った方がいい、うん、とのことなので、うんうん、あのガレっていうのも、うん、あのガレって言ってこう、うん、早く言った方が、あの、うん、なの、ネイティブっぽい発音になるみたいです、うん、で、あと自分の感情を表したいときは、うん、一単語ごとに分けて発音しましょう。はは、で例えば That makes sense っていうときに、うん、あ、そういうことね、分かったっていう感情が入るじゃん、うん、日本語だって、はい、そのときには、一単語ごと、うん、例えばなるほどっていうのと一緒で、はいはいはい、That make sense っていうふうに言うと、すごい感情が入る、うんうん、アディチュード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 、うんうんうん、That make sense っていうだけじゃなくてね、うんうん、そう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 、うん、
で、あと少し冗談交じりに話したければ、うん、あ、今このアーティクルどこ行っちゃった、冗談交じりに話したければ、うん、ですねこれなんでこうなってんの、あ、よし、ここだ、はい、わかる、ここだ、はい、そうすると、冗談交じりに話したければ、うん、発音を伸ばしてみましょうと、うんうん、例えば職場や学校で仲のいい友達が、うん、なるほどって伝えるときに、うん、冗談を交えて、うん、わかったってばとかいうときは、うんうん、ガーリーっていうこうなんか、うん、はいはい、長くね、発音を伸ばすと、うんうん、であと That makes sense とか、はいはいはい、結構伸ばすことで、うんうん、あとあれでもあれだ、Right とか、その Right っていうのも、うん、感情が入る、確かに、そうそうそう、例えば今日さっきついさっき翔が言ったんだけど、うん、学校が、うん、アーリーリリースって言って、うん、たまにこうちょっと早めに終わる時があるので、はいはいはい、うん、でショーンとそれを話してて、うん、であれショーン次の来週の金曜日の話をしてて、うん、で来週の金曜日はお母さんが僕これとこれがあるんだけど、うん、学校に迎えに来てくれないって言われたのね、うん、で私がいやでもじゃあショーンでもその日アーリーリリースだから、うん、あんた早く帰ってくるから、うん、大丈夫じゃん時間あるじゃんって言ったら、うん、Right! 確かにショーンよく言う、そうだったみたいな、うん、Right! そうだったよみたいな、ね、うん、こう長く言う、確かにショーンはよく言う、うん、言う、うん、そうなので、うん、こうまあ長く下の言葉を長くすると、うん、そういうなんか日本語ではああそうよねとか、うんうん、分かったとかっていう風な、うん、感情がこうこもる、うん、発音になりますと、はいはい、皆さん、ぜひぜひお試しください、はい、すいません答えられなくて大丈夫です、でもこういう風にスポットで言うと分かんないんだよね、分かんなくなっちゃう、分かる分かる、うん、日本語でそう言うんだよなっていうのがこうロックインしてない状態のよく、はい、分かります、うん、はい、皆さん私も精進してまいりますんで諦めずにお願いします、はい、はい、そうですよ、よろしくお願いしますね、ちなみに私これ、月末、うんうん、月末に今月習った英語ってことで、はいはい、皆さんに聞きますんで、うん、はい、うん、わ、うん、かりました、はい、それまでよろしくお願いします、よろしくお願いします、はいはい、では今日のトピックに入りたいと思います、はい、今日のトピックはですね、まあ、ジェンダーレスの時代がやってきたんじゃないかということで、はい、まあ、翔さんが送ってきたアーティクルがまず最初なんですけど、うん、はい、なんかこうたまたま私が見たテレビ番組も同じことを話してて、うん、ほう、でそれでちょっとピックアップしていきたいなと思います、うんうん、うんうん、私たちは、シロさんから言っていただきたいんですけど、シロさんのアーティクルから言ってほしいんですけど、ね、はい、うんうん、それそこが先なんで、うんうん、でもなんか私たちってアメリカに住んでいる女子じゃないですか、うん、まあ、女子女子女子私の女子、女子ってカテゴリーしていけないんですかいいんです、なんか女子って若いなと思って、はいはい、だからそういう意味で結構考え方が少しちょっと違う、うん、ノーマルじゃないかもしれない、日本のスタンダードじゃないかもしれないなって思ったっていうのもあるので、ね、うんうん、なるほど、はい、じゃあうん、すいませんお願いします、じゃあ私からね、はい、ね、まず私が面白いなと思ったニュースが、はい、今年の初めにどれぐらいだったかな、本当お正月明けてすぐぐらいのニュースでやってたのが、はい、うん、ほうと思ったのがね、うん、おもちゃを売る、ウォールマートとか、うん、はいはい、ターゲットとか、うん、あとコールズとか、うん、まあまあアメリカの人が行く、はいはい、なんちゅうのああいうのホームセンターみたいな感じ、うん、何でも売ってる、うん、そこに必ずおもちゃのエリアがあるんですよね、10アイルぐらい、10アイルなんていうの、アイルってなんていうの、通路みたいな感じ、うん、こう 10ブロックぐらい、はいはいはい、結構大きいセクションで各、うん、リテールストアおもちゃのエリアがあるんですよ、ありますよね、ウォールマート、ターゲット、うん、どちらもね、で行くと、うん、そこにそこをジェンダーフリーにするべきだと、はいはいはい、というふうに、まあ、なったんだよ、なった、うん、カリフォルニアで、うん、アメリカ全土で、アメリカ全部で、あ、ごめんごめん、カリフォルニアで、はい、カリフォルニアで、カリフォルニアがそれをジェンダー、はい、ニュートラルにするべきだと、うん、ってことでカリフォルニアのウォールマートとかターゲットは、うん、もう今までオーソドックスなのは、はいはい、女の子セクション、うん、まあピンクオレンジ、はいはいはい、なんだ
ピンクオレンジのお人形、うん、おままごととか、はいね、ドールとかね、ドールとか、ね、バービードールとか、うん、ワンちゃんのやつとか、うん、いろんなやつがこう女の子のとこにあって、はいはい、必ず 3,4 アイルぐらいそれなのよね、うん、3つ4つセクションぐらい、うん、でその横に男の子のセクションがあって、はいはい、あのロボットとかレゴとか、うん、車とか海賊とかあるんですよ、うん、それが青いセクション で、うん、であとはあの赤ちゃん、うん、あのベイビーちゃんのね、はいはい、セクションがあって、うん、でもうちょっと大きいティーンエイジャーになってくると、うん、ちょっとこう細かいレゴとか、うん、あとトランプのゲームとか、うん、あとはもうちょっとこうハイエンドなこう、うん、なんだあの出てこない、あのあれあの遊びが出てこない、まあいいわ、そのまあティーンエイジャーのセクションがあるんですよ、拳銃みたいなのありますもんね、うんうん、拳銃みたいな、そうナーフガンみたいな、うん、でなので、それが私が知ってるいつものウォールマートターゲットなんですよね、うん、でそれをやっぱそうすることで、うん、もうこれは女の子、うん、これは男の子ってなってるのがいかんと、うん、はいはい、で別に男の子だってキッチンのおままごとセットとか好きな子も実際いたしね、私、うん、エリカを育てる時に、まあ、みんな子育てしてる時に、はいはい、普通に女の子が持ってるあのキッチンセットがすごく好きで、うん、欲しがってる男の子たくさんいたし、うん、で バービードールはなかなか見なかったけど、うん、でもそういう風にこう決めつけちゃいかんと、うん、もう女の子はピンク、男の子はブルーみたいな、うん、女の子だって男の子 あのおもちゃで遊びたい子もいるし、うん、反対もあるし、はいはい、でおもちゃ自体が、うん、そういう風に性を対象にした状態のパソナで作っちゃいかんと、うん、だか女の子用とか男の子用とか、はいはい、もう年齢用、うん、もう5歳6歳の子供用、はいはいはい、確かに8歳10歳の子供用、うん、っていう風にあるべきだと、うん、そういう風にそれも一なんかこうメディアが決めつけたこの固定概念を植え付ける一つの大きなルートになるから、うんうん、おもちゃエリアはもう全部こうもう本当レインボーカラーじゃないけどもうそのピンク青つまりやめて、うん、もう年齢でおもちゃが選べるように、うん、カリフォルニアはなるみたいです、うん、でそれを聞いていいことだなと思ったんだよね、うん、だからこうほらおばあちゃんとかおじいちゃんとかさ孫におもちゃあげるときに選びに行くじゃん、うんうん、はいはい、その時にやっぱりこう選べるオプションが広がるじゃん。確かに確かに。わかる？うん、そうですね。8歳から10歳だったら、うん、あこんなオプションがあるんだみたいなさ、うん、でもこう女の子だからこれってならないじゃんこれから、うんうん、でもっと言うとやっぱりこうもらう方も、うん、子供がね、はいはい、例えばさっき言ったおままごとが好き、うん、男の子がいたとする小学校1年生の5、6歳の子、うん、その子にさじゃあおままごとのセットをあげようと思っても、うん、男の子だからピンクとかなんか可愛らしいものとかの色合いよりかは確かにもうちょっとニュートラルなね、うん、ものをあげたいなって思うじゃん、うん、開けてピンクってなんかなって思うじゃんやっぱり、ね、グリーンとかの方がいいですもんね、うんうん、まあピンク入っててもいいんだけど、はいはい、女の子もなんかもうピンクだらけじゃん、うん、お花柄とかさ、うん、私そんなんじゃなくてすごいピンク嫌いだったんですよちっちゃい頃ほらこういう子がいるからそう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 、ね、本当に好きじゃなくてこういう赤ちゃんがいるからはいだから、うん、分かりますね、うん、だからこうなんていうのかなこうダイバーシティが広がるよね、うん、やっぱりねうん、うんうん、だからとても私はいいと思ったんだよね確かに、うん、なんかいい心がけかもしれないですねそう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 でもどこかの国スイッツだったかなスイスかはもう始めてる幼稚園自体が男の子女の子ジェンダーレスの幼稚園みたいなのが出てきてて、うんうん、で普通にみんな泥遊びさせて、うんうん、おまごとも全部させるみたいな、うんうん、どっちにもどっちのなんか趣味をさせるみたいな感じらしいんですけど、うんうん、やっぱ自由に育てるために、うん、いろんな感性を、うんうんうん、なんかあるじゃないですかやっぱこうはなんかこれは女の子しかやっていけないとか、うん、簡単に言うと男の子がやるとちょっとおかしいと思われちゃうとかね、うん、そんなのがないと可能性は広がりますよね子供の、うんうん、そう、うん、そう思うしもっとこうそういう風にしてることで、はい、そういう環境でずっと育っていったら、うん、なんかもっといろん なんか可能性が浮かび上がりそうだよね、うんうん、固定概念にとらわれない固定概念にとらわれないで確かに、うん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 、っていうのを白さんが見つけてきて、はい、ってなってで、うん、アメリカもそこまで来てると、うん、まずアイル自体をもうすでにジェンダーニュートラルにせよっていうところまで来ているという話で、うん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 、でそれでなんか私が最近見た、うん、ダウンタウン松本人志さんが出ている、はい
フジテレビのワイドなショーっていう番組があるんですよ、はい、それをあのイリーガルで多分放送してると思うんですけど、うん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 、ライブでそれちらっと見て、うん、その見たところがたまたまジェンダーに対する問題についても喋ってる部分だったんですよ。でそれが何かだった、うん、何だったかっていうと、うん、番組ではサンリオが人気キャラクターマイメロディーをデザインした自社監修のバレンタイン向け商品一部について発売を中止したことを特集していたわけです、うん、あのサンリオがねあのなんでそれを中止したかっていうと、うん、あの女の敵はいつだって女なのよといった文あの言葉が書かれててネット上で 性的偏見をあの、まあ、助長するという批判が出たと。そのマイメロディーの、ね、キャラクターの その一つがこう、まあ、性的偏見を言ってるキャラクター毒舌で有名だったらしいんですけどそのキャラクターって。であの商品は文房具や雑貨で18日に発売予定だった。うん、2000年代に放送されたテレビアニメお願いマイメロディーに登場する母親役の恋愛に関する特論が商品に記載されていると。 SNS では生きにくい世の中になったとサンリオを援護する声も上がっていると言っていると、うん、で意見を求められた松本は結局こういうのって販売中止になったら手打ちみたいになるのが僕嫌なんですよね、うん、と会見、うん、なんで手打ちになったのかなんで手打ちにしてほしかったのかもっと今後議論していかないとだって我々ジェンダーの問題に関わりづらくなっていくともう正直めんどくさってなってしまうわけじゃないですか。そのために女は女じゃないけどジェンダーの敵はこういう人たちクレームを入れている人たちが敵になってるんじゃないかなと思いますよと、まあ、松本さんも述べましたと。でその番組を見てたわけです私は。でそしたらなんかこううん、私ミレニアルじゃないですか、うん20まあ、それでも29ですけど、うん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 、でまあアメリカに17の時から来て、うん、アメリカっていうこの世界を17の時で感じてて、うん、で女性はかなりイコールじゃないですかこのアメリカっていう世界は、うんうん、まあ出産とかで少しあの出ていくのはもう仕方ないことだと思う。もうそれは仕方ない。もうチョイス で自分が産みたいと思って産むから仕方ないことだけど、うん、それ以外を抜ければ、うん、やっぱ、うん、あのアメリカって日本よりも進んでると思うんですよ、うんうん、でかあの ちゃんとキャリアがある女性って魅力的だと思われるし、うん、意見を言う女性って結構男性からは好かれるじゃないですか。そういうのもあって女性っていうこの概念が、うん、あの少しずつ日本と違っているところに育ってきて、うん、でこの番組を見た瞬間に、うんうん、なんか、うん、あのこの松本さんのこの一言がちょっと引っかかって、うんうんうん、なんかこのサンリオの運命で、まあ、まあ意見を言ってる人たち、はいがジェンダーレス結局、うん、ジェンダーの敵ジェンダーのイコーリティの敵になってるんじゃないかという一言は、うんうん、いやでもその人たちがボイスアウトしないと、うん、日本は変わらない変わらないよ、ね、変わらなくないですか。やっぱそういう人たちがいてじゃあこれは少し間違ってるんじゃないか、うんうん、日本のこのお茶を出す文化は少し違うとか、うん、私たちがよくポッドキャストで言うみたいなことを、うんうん、ボイスアウトするからこそ、うんうん、少しずつあそうだ女性が雑用するものじゃないんだとかそうだ、ね、女性にはもっと気を使って話さないといけないとか、うんまあ、多分篠さんが働いてた時期は、うん多分そういうのがちょっと強かった時期だと思うんですよ、うんうん、私は日本で働あんまり働く経験がないかわからないんですけど、うんうん、でもなんかこうアメリカでバリバリ NG なことが日本ではできてたりする、うんうん、普通にねあるじゃないですか、うんうん、なんか少し性的なことを言っても許されるというか、うんうんうん、そうだね、まあ、冗談にもならないみたいな、ね、冗談にもならないものが日本では冗談になるみたいななるみたいな、うんうん、あの飲み会の席でちょっと、うんセクハラなことをしても上司だから何も言えない女性がいるとかっていうのを、うんまあ、変えるためには、うん、やっぱもう少しこういう人たちが声を出してくれてるってことは非常に重要なことだなって思ったからそれを見ていて、うんうん、あなんかこうあの確かにね、うん、私はどっちかっていうとこうあの、うんうん、過激派過激派まではいかないですけど過激派では女性の人権はすごい重要だなと思ってるから、うん、すごいそう思う、はい、なんかこう、うん、あの少し、うん、あクエスチョンマークが上がったって感じでした、ね、一人の女性の方は、うんうんうん、あのなんでこう物販に出す時に気づかなかったんだろうみたいな。うんでも気づかないもんなんだよ。そうなんですよ。私もそう思ったんですよ。意外に製造メーカーとか作ってる側とか比較する側って、うん、ある一定の時からすごいこうやっぱりこう周りが見えなくなっちゃうんだよね、うん、で言われてみればあーって何気づくんだけど本当に分からなくなっちゃうんだよね、うん、分からなくなる、うん、誰ももしかしたらいたかもしれないその中に、うん、このキャラクターってちょっと過激じゃないですか今の時代にっていう人いたかもしれないけれども、うん、でもその意見ってそう尊重されにくいじゃないですかそうだね、うん、だから、うん、制作の時点で気づかなかった方多分本当に気づかなかったと思うんですよ、うん、でもだから 今のこの
ジェンダーレスに向かっているこの今変革の時、うん、日本が、ね、うんうん、少しあの難しいトピックで触れるのは難しいですけど、うん、なんだなって思いました、日本を見てて。確かにね、だそれに対して面倒くさいってさっき言った山本松本さんが言ってる面倒くさいっていうカテゴリーをする人たちと若い世代 の、うんうん、あの変えていきたい、大事なんだっていう、ね、そう変えていかなきゃっていう世代が少しなんかこう、確かに私も松本さんの時代、ね、うん、あの時代だから、うん、はいはい、もう面倒くさっていう気持ちは分かる、うんうん、だから、ね、結局のところあの誰にも傷つけないように、うん、あのニュートラルにしてればいいのねみたいな、だから傷つけたくないからニュートラルにはいるけど、うん、実際分かってないみたいな人が多いんじゃないかな、うん、私の年代はね、うん、松本さんみたいな、はい、でも確かにその言ってはいけない言葉じゃないかなと思うけどね、面倒、うん、くさいっていうのは、うんうん、ね、でもその中で女性のこの、まあ、50代ぐらいの女性の方が言ったのは、うん、あの今日本が変わってくる時期で、うん、あの変わらなきゃなって思うんですけど、自分は昔の時代の人なんだなとも思わされますみたいな意見をした人がいたんですよ、うん、その人は確かにその通りだと思うんですよね、うんうん、やっぱあのついていけない部分ってすごくあるじゃないですか、うん、あるある世代世代 で、 あるある、で私も今若い子たちのこの世代は分からないこと多いですから、分かんないことだらけ私、うん、ジェンジーのことはあんま全然分かんないですから、もう宇宙人宇宙人もうミレニアルだからジェンジーのことは分かんない、宇宙人私からしたら、うんうん、でもそうやって分かっでたいっていう姿勢は、うん、あの必要なのかな。そうね、だから理解はしたいよね、うん、オープンアームでね、うん、オープンアームで理解はしたいけど、でもお互いにジャッジはしちゃいけないと思うのよ、うん、だから松本さんがそう言ったところで、うん、確かにそれは時代としてはあまりあの適切じゃない言葉かもしれないけど、うん、でもなんかそれを多分ほらその言葉は少し適切じゃないですよねって言ったら、きっと松本さんは、うん、ああそうか、そういうふうに問われるのかって理解できると思うんだよね、うんうん、だからなんかこうやっぱり知らないと自分の価値観でしか言葉って発しないから、うん、あの最初発した発言とかで、うん、あのもしあ間違ってるんかもって思ったら、うん、なんかこうどんどん言えばいいと思うんだよね、うん、それはこうじゃないですか、こう、うん、こうもとらわれますよみたいな、うん、でもあのやっぱり理解ができないことはたくさんあるよね、うん、どうしても、うん、理解とかちょっとこうなんだろうな、あの例えばなんだろうな、こうなんだろう、私なんて本当にそのね、うん、あのまだまだ全然女性は女性たるもの、男性は男性たるものっていう、うん、だってね、あの男性のサラリーマン諸君、なんかサラリーマン戦士みたいなことが CM でなってる時、うんね、全員男だからね、うん、どこに女性は、そんなにキャリアパスに女性はいないんですか、うん、でもそれが普通だったから、はい、でだそういう時からの私の感覚があるから、うん、やっぱりなんかところどころなところで、うん、こう男性がそれをしてる色ある行動とかをね、うん、するのを見ると思わずこう、あのこうやってあげたくなっちゃうというか、うん、いやいいですよやりますよ私がとか、うん、なんかこうなんとなくやっぱどっかで、うん、あそれはなんか女性の仕事だよなって思うところはある、うん、でもだからといって女性の仕事って決めつけてはないんだよ、うん、なんだけどあの例えばステイホームダッドとか、うん、専業主婦は私の中ではもう全然しっとりくるんだけど、はい、女の方じゃなくて男性の方が専業主婦って言われると、うん、へえ面白いねって思いながら、うん、多分自分の中で、うん、じゃあ自分の結婚した相手が、うん、遡ってね、はいはい、あの結婚した相手が、うん、あじゃあ忍が働いてくれるなら、うん、俺は家にいるわって言われたら、うん、おいふざけんじゃねえよって思うだろうなって思う、うん、でも忍さんがでもそれは私が男の人も女の人も関係なく仕事をしていようよっていうだからかもしれない、うんうん、でもしじゃあ忍さんが、うん、じゃあ年間で1500万ぐらい稼ぐ、うん、バリバリのキャリアウーマンだったとして、うん、で旦那さんが、うんすごく忙しそうだから、うん、僕は全部見るよと、うん、僕はあの家はあのコントロールしてあげる、うん、だったらどうですか、ね、だったらいいだったらいいだったらいいと思う、だったらいい、うんうん、私も同じことジェイクに言いました。私がもうクソはあの働いてて、うん、私多分絶対辞めないから、うん、働くこと自体を、うんうん、そうね、それは辞めないと思う、はい、だから、うん、私が本当にミリオンとか稼ぐようになったら、うんうん、家に行っていいよって言いました、ね、うん、いやでもそれは分かる分かる、うん、だから
あの、まあ、ミリオンまでいかないですけど、まあ、本当に十分稼ぐぐらいになったら、わ、うんうん、かるわかる、うん、その感覚はある私も、うん、で私は結構働きたい派だから、うん、ジェイコブはそうでもないんですよ、うんうん、あんまりキャリアとかにこう興味があるほどではなくて、うんうん、家族を幸せにできれば彼は良くて、うん、でも私の方がかなり野心がある人だからだから女なのにって言われるような多分タイプ昔からしたら、うんうんうん、だからこそ別にいいよっては話しましたけど、うんうん、お互いのキャリアプランについて話した時は、うん、それはね、うん、すごく理解できるよ、うんうん、結局のところやっぱ経済状況だよね、ちゃんともう十分な、ね、うん、あのお金があるんであれば、うん、別に私なんかこう仕事をしてない人が嫌いなんじゃなくて、うん、あの役割分担ね、そうですそうです、完全に、うん、完璧に、ただ、うん、あの二人で生活していかないとやっていけない時に、うん、あ入れに入れよって言われたら、言われたらおいおいダメでしょお互いにやろうよ、確かにそれはその通りですよね、うんうん、そう、でも振り返るとね、うん、私の20年の子育て人生を振り返ると、うん、多分ねこれオーバーじゃないけど多分 80% 私がやってるよね、うん、子育てはそうですよね、おしめを変える、うん、お風呂に入れる、寝かしつける、うん、絵本を読む、うん、学校を調べるとか、うん、でもそれは相棒 の、うん、あの価値観によると思うんだよね、はいはい、そのパートナーの人が同じようにすごいこう教育熱心とか、うん、あのすごいインボーブする人だったらやってると思うけど、うん、見てるとどっちかがスーパーインボーブで、うん、どっちかがこう見守ってる感じな、うん、あのお父さんお母さんが多いと思う、うん、どっちもが半分半分、例えば2人とも教育熱心なカップルってあんま見たことなくて私、うん、ちょこちょこ見たけど、うん、そのパターンはちょっと子供がきつそうだった、あすっごく、うん、多分きつかったんだろうね子供、うん、一時期その男の子は黒いあのあ、はいはい、雲、うん、黒いスパイダーばっか描いてた、あめちゃめちゃ病んでます、どうした、どうしためっちゃ病んでるじゃないですか、どうしたみんなここのカラーもあるよ、うん、だから黒いぐる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 やって、うん、いつもスパイダー描いてたの覚えてて、うん、そこは2人ともものすごい厳格な教育熱心なお父さんとお母さんで、はいはい、もうすごかったのよスケジュールが、うん、日本語英語日本語英語日本語英語みたいな、うん、でもやっぱ見てるとそれはすごくレアで、うんうん、どっちかっていうと私は自分がすごい調べたい方だから、はいはいはい、ガツガツ調べて、うん、ここの学校がいいんじゃないと、うん、このコースがいいんじゃないと、うん、このデイケアがいいんじゃないと、うん、このクラブチームがいいみたいだよとか調べるんだけど、うん、多分私相棒も同じように調べてきて、うん、いや俺はここがいいって言われたら多分喧嘩になってた、はいはい、確かにそうかもしれない、そう確かにだから時々疲れて、うん、なんで何にも調べてくんないのよって言った覚えはあるけど、うん、でも反対に相棒もすごい私のようにやってくれてたら、うん、多分すごい喧嘩になってるんだよね、はい、で相棒がまあ、どこでもいいと思うなら、うん、あら君がいいと思うならいいんじゃないの、うん、みたいなお金さえ賄えられば、うん、みたいなのがあったから多分回ってたんじゃないのかなって思うんだけど、うん、でも唯一その、うん、その一般的なことね、はいはい、おしめを変えるとか、うん、まずさ母乳をあげないといけないから、うん、まあ、女のしか出ないじゃん母乳、はいはい、出ないじゃん女性しか、うん、男性出ないわね、うん、どうやって考えたって、うん、だからそっからもうさアタッチが始まるんだよね、はい、子供に対する、うん、子供が母親、母親に対する、はいはい、うん、おっぱいがあるから、うん、子供はやっぱお母さんだと落ち着く、うん、お母さんが抱くと泣き止むとか、うん、機嫌が良くなるとか、うん、もうそれ仕方がないよね、うん、このおっぱいと一緒にご飯食べてる人なんだから、うん、一番好きじゃん、はいはい、それでお父さんがもうあの機嫌が悪いとかいう時に、うん、お父さんが一生懸命こうあの機嫌を直そうと思っても、うん、やっぱお母さんが抱っこした瞬間に子供がへこっていい子になると、うん、寂しいよね寂しい寂しいお父さんも寂しい寂しいでもお父さんも寂しいけど、うん、子供泣かしたくないから、うん、お母さんに預けるんだけど、うん、お母さん的には、うん、もう使えないうちの旦那ってなるじゃん、はいはいはい、なんかちゃんとやってよみたいな、うん、でもなんかそこでどうしてもやっぱり母親の方に子供が懐いちゃうっていうのがあってで、うん、めんどくさいから、うん、私ももうやらせないわけよ、うんうんうん、そっから、うん、そういうのがダメだと思うし、はいはい、めんどくさからないで、うん、一緒にインボーグして一緒にやる、はいはい、で私がやった方が、うん、風呂も早い、うん、おしめも早い、うん、チャカチャカできる、うん、で旦那は慣れてないから、うん、遅い、うん、子供が泣くで私泣いてるのとか嫌なのね、はい、基本的に、うん、お尻だからその辺が、うん、だからそうするといいよもういいからってなるじゃん、うんはいはい、そうするともっともっとこうやっぱ距離が離れちゃうんだよね、うん、だからそこを唯一私のなんか振り返って、うん、
あのダメだったなって自分が思うところ、自分が 80% やっちゃったやっちゃったやっちゃった、はいはい、やらせなかった、うん、で文句は言ってたんだけど、うん、でも蓋開けてみたら、うん、お前やらしてねえじゃん旦那にみたいな、うん、もっとこうほらやらしてやらして、うん、ありがとねありがとねって言って、うん、ボロボロだけど、うん、お芝居とかも、うん、ボロボロだけど別に変えてくれればそれでいいわけじゃん、綺麗だから、確かに私のやりたいようにお芝居はもう開いてないけど、うん、スカスカでね、うん、よくショーンなんてね、うん、あのずれてましたよ、あのおちんちんがずれてるからこっち、うん、いっつも抱っこしたらじわーっとあれ？あれ？負けてないじゃんおしめ何回もあったんだけど、うん、でもそういうところで、うん、ほら私は多分こうイラッとしてもうって変えちゃうんだけど、うん、その時にほらこうやって巻いたからこっちがずれちゃってこんな漏れてるじゃんってこう一緒にインボールしてれば、その旦那さんだって、うん、ああそうかって学べたのに、うん、私がもうそこは私の OCD だよね、うん、本当にあの前巻き戻されれば、はいはい、多分変えてたやり方を、でそれに気づいたのが、うん、同じような私の価値観と全く同じようなお友達が、はいはい、双子を産んだのよ、はいはいはい、で上にお兄ちゃんお兄ちゃん、うんうん、で最後にドーンって双子が来たの、はいはい、で双子の時しかもアメリカだからね、はい、自分の実家の親いないじゃん、うん、だ双子の時になってもう、うん、あ旦那さんの助けがないと回らなくなったの、はい、でそれですっごい夫婦関係が良くなったんだよね。それまでは同じような感じ、うん、もうさ本当旦那超使えない、もう帰ってきてもさ、うん、もう抱っこしてもさ子供泣くしさみたいな、うん、もう勝手分かってないから、うん、あの子供の世話もめんどくさいからもうとか言ってさ、そういう愚痴ばっか喋ったんだよね、うん、やっぱ使えないよねとか言って、うん、でやってたんだけど、双子ちゃんが生まれてから、うん、もうその彼女の一人だけでも回りきらないから、うん、旦那さんがやらないといけないってなったら、旦那さんもほら毎回毎回やればやっぱ人間上手くなるんだよね、うん、それ でだ奥さんの方も、うん、やっぱこうやってくれる人がいるありがたさが分かるじゃん、うんうん、確かに一人では回らないから、回らないから、それでやっぱリスペクトが生まれて、うん、で思いやりが生まれて、うん、そっからすごい夫婦関係がものすごい良くなって、うんうん、でなんかそういうのはよく育児カウンセラーとかのいろんなブログとかにも書いてあるみたいで、うんうん、私のような OCD の人にはとってもなんつうのちょっとコントロールフリークな人、うん、なんかこの私 の仕方じゃないと嫌な人は苦しめてると思う自分を、はいはいはい、子育てになってくると、うん、それって多分子供にとってすごい良くないと思ってて、だ、うん、からこうもっとレッグをして、うん、自分のやり方じゃなくても、うん、別に子供が安全で綺麗なら、はい、もうそれでいいと、うんうんうん、それでどんどんパートナーの人を信用してやらせてあげないと、うん、もう自分がこうきつくなるよね、うん、一方ちょっとジェンダーと間違えましたけど、はい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 、でも大事要ですからね、この夫婦間のこの役割分担、そう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 、うん、特にほら子供も人間だからさ、うんうん、やっぱりこう犬とかじゃないからしつけらんないじゃん、うん、いつも帰ってきたらお父さんの方に行くとかさ、うん、しつけらんないじゃん、うん、感情と一緒に来ちゃうからお母さん、確かに確かに、特にもう喋るようになってくると、うん、I want mommy とか言えると、うん、もうお父さんさ、マーミーだって確かに立場ないかもしれない立場ないかもしれないそれはやっぱすごいなんかねこう、うん、振り返るとなんか自分でこう苦しめてたなと思うけど、うん、ちょっとジェンダーと離れましたけど、うん、でもなんかこうそういうところで、うん、嫌がおうにも女性の仕事になっちゃうところあると思うんですよ、うんうん、まあ母乳もそうだけど、うんうん、だからこう完璧にじゃあその何ご飯を作るとか掃除をするとか、うん、子供の面倒を見るとかっていうのも、うん、ジェンダーレスにしている、夫婦の姿っていうのは私は本当想像できないんです、うん、なんつうの自分のこのキャパシティを超えてる、うん、どうやって本当にイーブンにするのか、うんうん、それはこの役割分担のことですか、役割分担、うん、で完璧に、まあ、パパお母さんって一切なくて、うんうん、で一家庭をね築いていく上で、うん、本当にイーブンに平等にっていうのが、うん、どうやったら美しく回るのか、うん、私は全く想像ができない、うん、確かに、うん、でもなんかまあ、いろんなコメントをね見てて、うん、でそしたらジェイコブって今私のラストネームに変えようとしてるんですよ、うんうん、で完全にアメリカで名前を変えようとしてるんですよね、うんうんうん、でそれで
っぱ女性の方で男性、うん、まあ、日本人の方と結婚した時に、うん、あの男性の名字を受け継ぐのが当たり前だっていう考え方で、うんうん、結構苦労した人ってすごいいっぱいいるみたいで、うん、そうね、名前が変わるからね、名前が変わるから、でまたほら別れちゃうとさ、うん、また変えなきゃいけないじゃん、はい、うん、だそれってなんかこうアメリカ、日本はできないですよね、うん、日本女性のラストネームを男性が受け継ぐことができるんだ、それは婿養子になってできるんだけれども、うん、夫婦別姓ができないんですよ日本は。あー、そうなんだ、はい、それは法律で決まってるらしくて、へー、まあ、聞いた話ですよ、うん、結婚作業を防ぐためとかいろいろあるみたいなんですけど、うん、でまあできませんと、うん、であのでもアメリカできるじゃないですか、うん、夫婦別姓もできれば、うん、女性が男性のラストネーム取れるし、うん、男性が女性のラストネーム取れるしって言って、うん、で今回の場合ジェイコブが私のラストネーム取るっていうのもすごく画期的なことだと思うんですよ、うんうんうん、あ別にいいよって言って、うん、ラストネーム変えるとか、うん、あのこのその何ていうか概念がアメリカ人にはあまりない、うん、ラストネームを自分のものにしてくれみたいな、うん、それが当たり前だろっていう概念のないアメリカ人と結婚して、うんうん、あ大変な方もいらっしゃるんだなっていうのは気づいたし、うんうんうん、アメリカ人ってやっぱり結構半分半分に従うじゃないですか、うん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 、別にこう女性の仕事だからって、うん、ご飯作らなくてもいいよとか、うん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 、結構言ってくれるアメリカ人の男性って多いけれども、うんうんうん、やっぱりこうまあ、アメリカ人のね、ジェイコブのアメリカ人の友達が日本にいて、うん、日本人の男性と、うん、まあ、遊びに行った時に、うん、日本人は女が作るものだろみたいなものをこう持っている若い男性の方もいらっしゃったみたい で、うん、でアメリカ人からしたら、いやいや分担すればよくないみたいな、うん、っていうのは、うん、私は日本人と結婚してないか分からないけど、うん、アメリカ人の男性と結婚した人は結構、うん、イーブンにしてくれる人っていうのが多いっていうイメージはあるんですけど、それをなんかこうあんまり嫌に思わない人が、うん、この役割分担するのが当たり前でしょって思ってくれる人が、うん、若い人の中では多い気がする、うんうんうん、それで柴さんの時代はどうでした？私は前の結婚は、うん、本当にボロボロだったので、はいはい、あんまりこう比較対象にはならない気がするんだけど、うん、うん、プラスほら私がちょっとダメだったっていうのもあるから、はいはい、比較にできませんが、うん、今のアンディは完璧に役割分担だよね、うんうん、でも子供がちっちゃくないからね、まあ、確かに確かに子供の子育て云々は何もこうできないんだけど、うんうん、それ以外は全部分担だよね、はいはいはい、家の中のことは私がする、家以外の、うん、庭とか車とか、うん、AC とかそういうのはもう全部アンディがやるとか、うん、っていうのは分担されてる、うん、でもまあ、うん、でも確かにアンディも分担かな、全然分担派、うんうん、子育てさえしてないけど、うん、でも子供のいろんなこう送り迎えとかっていうのは完璧にこうお互いにこう順番組んでやってるし、うんうん、なんかそんなのがないなくなった将来っていうのがそういうものになっていくんだろうなと思ったんですよ、うん、そうかもしれない、ね、アメリカってそれがもう特に若い世代、まあ、シロさんの世代でそれで変わってるってことは、うん、若い世代もそれぐらい変わってるってことじゃないですか、うん、 だろうね、うん、だからジェイコブにも全くその概念がなくて、女だから男だからとかっていう概念がほぼない状態の、うんうんうん、ジェイコブって若干ジェネレーション G なんで1997年生まれだから、うんうん、だからそういう人と結婚すると、うん、でその人たちが日本に行くとかなりびっくりするみたいですけどね、うん、日本のちょっとやっぱり時代遅れで、そう日本、まあ、時代遅れって言ったら何とも言えませんけど、うん、でもやっぱりアメリカの感覚と日本の感覚が、うん、にズレがあって、そうだね、男性の方はかなり驚くって言ってました、うんうんうん、だってうちの前の旦那でさえ、うん、覚えてるのが、うん、まだ日本にいる時にエリカが生まれた後ぐらいのお正月だったから、はいはい、うん、いとこのおばさんの家で集まったんだよね、うん、その時おじいちゃんがまだいらっしゃって、はいはい、そのいとこのね、うん、でやっぱおじいちゃんがさヘッドオブザハウスのとこ座ってるんだよね、うん、長い、まあ、リビングルームにこう、はいはい、ちゃぶ台をたくさんくっつけて、うん、一番端っこ に、ね、こにだけこう座椅子が置いて あ、うん、あって、あとはみんなもう座布団、はいはいはい、もうなんか下の方子供も座布団なし確かに確かに、じいちゃんにはちょっといい感じの藤のね、うん、あるわけわかります、うん、でそこにおじいちゃんがボーンって座って、うん、でその横におじいちゃんの息子の、まあ、私のおじさんが座って、う
でもう動いてるの女性だけだよね。はい、そうです。でお酒あげて、うん、ご飯あげて、うん、もう女性なんて台所であーだあーだあーだ喋ってて、うん、でそれを見てうちの前の旦那は、うん、すごいねって言ったけどね、うん、あー、うん、びっくりした、ね、すごいねって女性が本当にレイバーだね、うんうん、そうだね、うん、でも私はそれはそんなに嫌いではないのよ、うん、私はね、あのそこの、あの男性の態度が、うん、ちょっとお茶とか出ると思いますけど、はいはいはい、お茶ちょうだいぐらいのが可愛いのよ、うんうん、でもお茶もらえるかなとか全然いいんだけど、うん、なんかその、年配を敬うっていうのもあると思うの、はいはい、日本の確かに確かに、だって一番の年齢高い人なんだから、うん、座椅子ですよっていう、うん、子供なんてこっちですよって当たり前じゃん、はいはいはい、そういうの私好きなのよ、うん、たまに白人家族に行くと、うん、おい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 っていう、うんなんでこんなにグランドベイビーたちがこんなになんか確かにねもてなされてるんだいみたいな、うん、おじいちゃんとおばあちゃんをおもてなししようよみたいな、私はちょっとすごくそこで嫌だなって思う時はある、はいはい、うんうん、だからこうその目上を敬うため の、 うん、あのハイラーキーはいいんだけど、うん、あのそこでこうなんかあのいいんだよ片付けはあのよしこにやらしとけばとかそういうのを聞くと、はい、キッてなるけどね、うん、ちょっとおじちゃんがそういう感じだったので、はいはいはい、なよしこ、よしこってうちのいとこのおばさんね、はいはい、これ持ってこい、でよしこさんって私のいとこのおばさんはまあまあいいご家庭に嫁いだので、うん、やっぱこう男性が羨まれてて、うん、しかもおじいちゃんはあの公務員だったから、うん、その年代の公務員ってすごいよね、すごいすごい、はい、すごいです、うん、そう、もう公務員様みたいな感じだから、まあもう上から目線がすごくてすごくて、うもうよしこにやらしときゃいいよさーな、よしも何回も見てたから、はいはい、このクソジロすっごいおばちゃんがいい人だから、はい、うん、分かった分かった、暑かったのね、はいごめんなさいねってだから、うん、でも後ろで氷ボン入れて、はい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 って言って、うん、でも強いよね、やっぱり、はい、でもやっぱその時代の人たちって、うん、あのうん、強いですよね、うん、だからなんかそれはそれでいいところがあるけどね、うん、あるかもしれない、うんうん、だからそこら辺っていうのはあの女性がキャリアを持ち始めて変わったところではありますけどね、確かに、ね、女性の立場ってかなり良くなった、良くなったっていうのがおかしいですね、うん、かなり変わったと思うんですよね、キャリアを持ち始めて同等な権利があると、うん、あの多分変わっていくんでしょうね、これからも、うん、これからも変わっていくと思う、だから本当にどん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 なんか、なんでこのポジションは私じゃないんですかみたいなぐらいの勢いでとかかってっていいと思う、うん、彼とどうなんじゃ違います私のみたいな、確かに確かに、うん、って思いますけど、それがちょっと難しいジェンダーの問題ですけど、うん、私はいい方向に進んでるんじゃないかなと思いますけど、うん、もちろん更新はしてないと思うよ、うん、これでもっとなんかね、みんなあのいろんな人が普通に生きやすい、うん、あの世界になってくんじゃないのかな、うん、日本も、うんうんうん、で出会ってほしいと思うけど、うんうん、ただまあいろんな法律からもそうだし、ね、その学校の風習とか、うん、あのいろんなお店のレイアウトとかからも、うん、いろんなところからこうじわじわっと変えていかないと、うん、一気に入そうですかってならないじゃない、うんうんね、だから本当そういう声を上げていろいろ言ってくれる、で松本さんがそんなことに対して話をしているぐらいのところまで行ってるのはもうすごいんじゃない、まあ、そうですね、確かにその通りだと思います、うん、反対、今まではそんなこと話題にもならなかったわけ で、うんうん、ね、トピックとして挙げられてるだけ話題、うん、みんな話題性があるのかもしれないです、うんうん、確かに、うん、私はまだ全然そこに関しては恐竜時代の知識なので、はい、ジェンダーレスに関しては、うん、そうですね、ジェンダーレスはまた新しい考え方ですからね、うんうんうん、ありがとうございました、はい、すいません、あのクイックリにあの質問前回も多分、はい、あ、そうですね、やってないやってなかったんでクイックリにやりたいと思います、はい、はい、こんにちは、沖縄県男子高校生の17歳なおです、はい、私は今年の4月から高校3年生になり、今年の夏7月から8月アメリカの高校に1年留学する予定です。ホストファミリーも決まって、ホストファミリーも州も決まっていない状態です。私は人並みに勉強しているつもりで、学校の成績は小学校からずっとオール5またはオール A です。英検は準1級を最近取りました。しかし私の英語能力はアメリカで通用するレベルではなく、日本でいい成績を取れても現地の学校で勉強についていけるか不安です。そこで現地の学校の授業について2つ質問させてください。もし現地の高校で学年が選べるとしたら、今の学年と同じ学年を選ぶべきか、その下の学年を選ぶべきかに、
これは取らない方がいいという科目、もしくはこれは楽しかったという科目があれば教えてほしいです。なるみさん、しのぶさんの主観で全然大丈夫です。前に動画でエリカさんが統計の授業が死ぬほど難しかったと言ったので、それなりに難しいクラスもあるのかとちょっと怖くなりました、うん、また友達作り目的に日本語クラスについて取ることはどう思いますかという質問でしたということで、はい、うん、だから一つ目はあ、学年を選べるとしたら下の学年を選ぶべきですかっていう。いいんじゃないよ、自分の普通の学年で。だってダメだったら落とせばいいから。うん、アメリカってあんま学年感覚なくないですよ。でも授業のレベルで取れるじゃないですか。カーキュラス1、高校ってカーキュラス1。あ、そうなんだ、うん、その辺はナミちゃんがよく知ってるから。あ、そうか。で、私は取ったのは、うん、カーキュラス1と違うな、アオジブラ取って、アオジブラって多分何だったかな、日本語で。アリジブラって何でしたっけ、パイ計算するやつ。パイ計算だったかな、分数、微分計算するやつ。分数でした、分数、分数でしたっけ、ね、微分積分。微分積分はカーキュラスだと思うんですけど、もう全然わかんない確かにこのレベルこのレベル。でもそれを取って、あれ、これ授業、自分の授業よりも遅れてるなと思って、次の上の授業取ったんですよ。うん、だからすぐカウンセラーに言えば変えられて、高校の授業って、うんうん、でちょっと難しいなと思ったら下の授業取れたりするから、うん、そうだね、はい、だから私多分英語はイングリッシュのクラスはフレッシュマンと取って、うん、数学はシニアと取ったとか、そんな感じでした、うん、はい、だからそれで変えられたんで、それは多分心配しなくても学年とか自分のレベルで変えられるんじゃないかなと思います、うんうん、でこれは取らない方がいいかもっていうクラス。全然子供たちなんか言ってませんでした。まあ、でもそのエリカが言ってたやつぐらい、うん、うん、それぐらいかな。あとランゴエージはなかなか難しかったみたいで、まあでもうちの子供3人とも理数系なんですよね、どっちかっていうと。あ、そうですか、うん、あ、そうか、エリカも数学得意ですね。いつもあの子たち全国共通テストやると、うん、数学はまあまあいくんだけど、うん、国語があんまダメで、うん、なんかそういう文才がないみたいでね。でもなんかランゲージは結構うちの3人ともストラゴをしてるので、はいはい、特にやっぱり、あ、でもな、うん、でもイングリッシュのクラス難しい、イングリッシュのクラスは難しいから、もしかしたらそんなに、うん、だってあれだってね、言葉でいろいろ説明しなきゃいけないじゃん、書かなきゃいけないし、うん、それこそネイティブじゃないから、そこはもともとがマイナーなんだから、はいはい、難しいかもしれないよね、難しいかもしれない、うんうん、イングリッシュのクラスはちょっと取らない方がいい、うん、でもあれにスパニッシュとか、うん、外国語は全然いいんじゃない、うん、あ、そうか、ゼロから始まるから、みんながゼロから始まるから、確かに確かに、うん、そんなの考えたことなかったです、うん、ね、うん、それあればよかった、私も、ね、みんながゼロから、ね、確かに確かに、うん、そう考えたら確かにその通りですよね、うん、私結構学校が単位をトランスファーできるところだったん で、アメリカの学校の単位を日本に変換できたんで、だから卒業できたんですよ、高校を3年をリピートしなくても、うんうん、だから取らないといけない授業っていうのがあって、でイングリッシュマスト、数学マストっていうのがあったんで、うんうん、結構リストリクトされてましたけど、うん、もしイングリッシュ取らなくてもいいんだったら、ね、うん、取らなくてもいいと思います ね、確かに、うん、本当だ本当だ、うん、日本語クラスを取ることについてどう思いますか。いいと思います、それ日本語、日本語全然いいよね、お友達できやすいと思うよ、うん、めっちゃできます、それで初めて6ヶ月ぶりに友達できたんで、ね、うん、もうアニメでも何でも、うん、使えるものはもう武器として使って、武器として使う、本当にその通りです、うん、でお友達すっごいそのできやすいと思うよ、できやすいと思います。ただ日本語できるのに日本語クラス取れるのかね。取れますよ、取れます、うん、私は取れました、すいません、うん、まあ、うん、確かにそうだよね、あなたは、うん、ダメですよなんて優勝いないもんね、うん、でも学校の先生、日本語の先生がめっちゃ日本人で、うん、私のストラゴをしてたんで、うん、先生がアシスタントティーチャー、うんうんうん、ティーチャーズアシスタント、うん、TH に入れてもらって、うん、だから私は運営側でした、うん、高校の時は。そういうのもいいかもね、うん、そしたら友達でもっと作りやすいっていうか、うんうんうん、なのかなと思いますね、うん、一番いいと思います、はい、うんうん、なので頑張ってください。もうね、オール A だから、うん、もう日本でめちゃめちゃ勉強してらっしゃるから、うん、でも、うん、留学のいいところって、うん、自分全然できないなって思えるところだと思うんですよ、最初の留学って、うん、そうね、初めての多分挫折を味わうと思うんですよ、二人子だなっていうね、そうそうそう、でもそれってすごい重要な感情で、うん、
あ、自分って全然まだまだだなって思うと、うんうん、自分の課題とか見えてくるじゃないですか。そうね、うん、だから、うん、どんなにできないと思っても、うんうんうん、それは学びだなと思って前に進んでいただきたいなと思います、うんうん、本当だね、うん、いい経験だよね。いい経験絶対ね、うん、だからエリカが今アメリカ、あ、日本に行くのもすごくいい経験だし、うんうん、彼が17歳でアメリカに行くのもすごいいい経験だなと思います ね、うんうん、特にやっぱりほらすごくと努力家でちょっと真面目に頑張る方だからこそ、うんうん、不安なんだと思うんだよね。わかりますわかります、うん、だからね、自分 あの期待値を下げればいいと思いますよ、はい、うん、でも下げたとしてもその下来ますからね、うん、そうね、アメリカ留学、ね、必ず来ますから、必ず下来ますから、うん、自分がどんなに期待値を下げても、うん、ガツンと下から入ってくるから、うん、はいはい、うん、まあ、その、うんうん、ぜひ楽しんでいきたい。でもあの本当にね、あの1年間行くの、はい、多分私と同じプログラムですからね、こう沖縄なんで、うんうん、もうあの全てはオープンマインドですね。オープンマインドですね、うんうん、もう全てに対して ありがたいと思ってれば確かにポジティブにいきますんで、ね、1年間あの生活できるとこだけからしてもありがたい、ありがたい、本当に、うん、いい経験をさせてもらってるっていう、うんうんうん、で本当に本当に何かあったら絶対相談してくださいって思う。自分が大変だったから何かがあるな、ドメスティックバイオレンスを私経験したじゃないですか。あ、そういうことね、とか本当に何か、なんか自分がおかしいんじゃないかってなくて、うん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 、ちゃんと先にこういうこれっておかしいですかってちゃんと、17歳ってやっぱ世間を知らないから、そうね、こういうものかって、ね、で思っちゃうんですよ、うんうん、でもこういうものかで収まらきれないことって結構あったりするから、うんうん、あるからね、はい、うんうんうん、ちゃんと相談しながらって感じかなと思います、うん、確かに確かに、はい、うん、そのような SOS ラインを、はい、うん、SOS シグナルをいただければ、はいはい、アドバイスはできると思います。そうですね、ありがとうございました、うん、はい、終わります。ありがとうございます。 Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we'll see you in our next podcast. Bye bye, bye.